数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た？待ってたろ、オラの子取り返しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってる？身の程知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえさ。こっちには作戦があんだ。どうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。かあ、見えたな。だけど今やるしかねえ。ご飯はオラが助ける。珍しいぞ。そらそら、もっと苦しめ。うわー！
まだそんな力が。は、離せ。今だ。早く。そう来るだろうと準備していたろせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法！ぐっ、じっ、しっ、しろ！兄、ラディッツとの戦いで死んでしまった孫悟空は天界に住むという海王様に会うべく長い長い蛇の道を駆けていた。あそこだ、あそこに海王様の家があるんだ。サイヤ人の来襲に備え海王星での修行が始まるのであった。6ヶ月後、ついにサイヤ人が地球に迫る。ぐしゃぐしゃに潰された息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。孫悟空の静かな怒り。ピッコロ、天心か。そういや、もう一匹バラバラになったチビもいたっけな。そうか、チャオちゃん。うさねえぞ、さらや。